HG144 分の1ガンダムエアリアル回収型です。よりガンダムらしくなったというか、中でも描かれるので、うん、まあ、そういうのを再現終わりました。できたリムラ世界最速開封&開発担当レビュー。まといです。ゆうかです。私たちリンクルプラネットです。そしてバンダイスピリッツの諸岡です。水星の魔女のプラモデルシーズンの企画担当しております。よろしくお願いします。今回もお願いします。さあ、世界最速開封&開発担当レビュー動画、今回はこちらです。じゃじゃん。 HG144 分の1ガンダムエアリアル回収型です。イエーイ。でガンダムシリーズ最新作機動戦士ガンダム水星の魔女の主人公機ガンダムエアリアルの回収型を新規金型で HG シリーズで立体化となった。ゆうちゃんどう？パッケージ、なんかやっぱり、うん、なんか透明感、機体の透明感が爆上がりしてるので、うん、爆上がりする？もうパワーが上がってます。おーグングンやね。グングン。初めのエアリアルがのパッケージがだから白メインみたいな、はい、で、めっちゃ明るいみたいな感じみたいな、うんうんうん、で、今回ちょっと戦闘中みたいなのって一体感が感じれます、うん、平面やな。じゃあ世界最速開封してみます。はい、お願いします。下持ってね。はい、せーの、ご開帳。じゃーん、こんな感じです。どう？なんか一番最初に青が、うん、ね、ドーンってドーン、暗くなりましたよね。そうですね、成型色が実はエアリアルの時から変わってまして、めちゃめちゃ色がなんか大人っぽいシックな感じになってます。やっぱ戦闘中ですね。そうですね。回収型。はい。リムラ。はい、こちらにランナーを並べてみました。はい。私、うんうん、めちゃめちゃこれ気になりました。お。やっぱり自分の面からの青がより私の好きな落ち着いたコバルトブルーっていうのかな。変わってすごい楽しみです。楽しみ。はい。これめっちゃ綺麗な色する、本当に。やっぱりでも私も気になるのは、このインウォールド成形のパーツです。これめっちゃすごいですよね。そうですね。これちょっと後でもう一回説明してほしいです。はい、わかりました。お願いします。リムラ。では諸岡さん、このキットの特徴について教えてください。はい、お願いします。はい、こちらにあのキット用意しましたので、こちらとこちらを使って説明していきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、まず一つ目のポイントなんですけど、はい、こちらのガンダムエアリアルに引き続き、はい、インモールドパーツの方を採用してまして、こちらランナーになるんですけど、先ほどまといちゃんが言っていただいた通りで、この綺麗な発光表現っていうのをこの1枚で再現しているっていうのが特徴的なパーツになってます。でめっちゃピカピカしてます、はい、やっぱりそうです。ここに今入ってるんですけど、で一応この発光状態と非発光状態みたいなのもしっかり再現できるようになってて、はい、うん、成型品のこっちのランナーにもこのパーツ、同じような形のパーツがついてて、でその下にこのシールですね、シールで再現もできますので、じゃあ2種類どっちかってことですか。はい、どっちかも選べることができますね。なので非発光状態もシールで再現できるし、うんうんうん、シールで発光状態も再現できるので、はい、いろいろこの自分の好きなようにカスタマイズできるっていうのが結構いいところなのかなと思ってます。あ、じゃあめちゃめちゃ楽しくなりますね。はい、リムラ2のポイントなんですけど、うん、先ほどありましたように青の成型色がちょっとガンダムエアリアルの時から変わってまして、うんうん、ガンダムエアリアルの時は少しちょっと水色っぽい感じなんですけど、はい、うんうん、こちらは少しネイビー寄りによってちょっと濃い青に変わったというのが、うんうんうん、よりガンダムらしくなったというか、まあ、結構ガンダムで青っていうと濃い青が結構多かったりするので、はい、うんうん、それにちょっと近づいたようなカラーリングになってます、うんうん、で顔も少しこのガンダム、よく言われるガンダム顔っぽくちょっとエアリアルの時よりなってるっていうのが特徴的思いましたなんですよ、うん、はい、そうなんですよ。で、あと私思ったんですけど、はい、これ口じゃない、あ、目じゃないですか、うん、でこっちが口じゃないですか、はい、離れてるんですね。あ、そうですね、はい、そういう風になってますね。そこら辺はすごい、なんか私あんまり離れてるのを
まだあんまり見たことがなくて、はい、で、あ、離れてると思って顔になんかいっぱいパーツつけていくんやと思って、そうですね、しっかりここら辺も、はい、あの色分けで再現されてて、うんうん、目のとこもちゃんと緑で再現されてるし、口のとこも赤で再現されてたり、 あとはこの横 の、 この黄色いとこですかね、このダクトのとことかもしっかりパーツの色分け再現されてたり、うんうんうん、あとはこの上にこのグレーの部分もあるんですけど、はい、ここもしっかり色分けで再現されてる、うんうん、なんかシールを使わんでも、はい、あのパーツをはめたら色ができるっていうのが、そうですね、めっちゃいいなと思いました、はい、本当に簡単に組み立てられるので、シールなくても結構かっこいい見た目になるのかなと思ってます。であとはその色分けでいうと、顔のとこはこのバルカンのとこっていうんですかね、このグレーでここら辺がしっかり再現されてたり、あとはこういう 黄色のとこはワンポイントとかで結構いろんなとこにあるんですけど、このバックパックのこういうとこの黄色でしたり、あとはここの膝上ですかねの黄色とか再現されてたり、あとは裏のこの太ももの裏側っていうんですかね、こういうとこも黄色でしっかり再現されてて、こういうのが結構アクセントになって本当にリッチに見えるような作りになってますね。やっぱり赤、青、黄色の三原色がすごい綺麗になりました、うん、ガンダムって感じですかね。リブラ。で、次のポイントなんですけど、はい、こちらの可動とギミックについての説明したいんですけど、はい、ぜひちょっと動かしてみてください。はい、ありがとうございます。やっぱり初めは肘ですよ、ね、はい、肘が一軸になってるんですけど結構動くように、あ、動く、もうなんか諸岡さんって言ったら一軸って感じですめっちゃよく動くスーパーイチジクですよね。すごい、めっちゃ動く今回も。水星の魔女って今ちょうどアニメやってるから、うん、結構ポージングとかさせるの楽しいから、確かにやっぱスーパーイチジクだとありがたいです。楽にねポージングもできるで、うん、楽しい、これ、うん、ずっとこうやってしてたいですあとはあの背中の、はい、背中羽みたいなギミックがあるんですけど、フライトユニットですか、それをちょっと、これ黄色いやつが実は付属なんですね、はい、出てきた、出てきた、あ、下もですか、あ、出てきた、すごい、かっこいい、かっこいいですね、やっぱり黄色がいいアクセントです、うん、それこいつ自体もいろんなこうやって動いて、いろんなポーズが作れるので、ほんまや、あ、すごい、あ、すごい、ぐるぐる回る、うん、あ、ぐるぐる回る、あ、すごい、めっちゃ動く、動きます、あ、前も来るよ、え、そんなに動くんですね、後ろまで行く、横も動くし、もうどんなポージングでも多分できちゃいますね、そうですね、いろんなポージングできると思うので、うんうんうん、ぜひやってほしいなと、はい、あとはやっぱりこのエアリアルといえばガンビット、おー、やっぱり、はい、はい、じゃあゆうちゃん、ぜひ、ありがとうございますでガンビットが今体に、うん、あのまとっている状態なんですけど、シールドに、はい、シールドになるので、はい、ちょっとそれをぜひやってみてほしいんですけど、はい、これがこのシールドになる中継パーツ、これ、おじゃあ、まず今、肩のところにこの白いパーツがあるんです、それを外してみましょう、はい、お、取れるんですね、はい、そのままお、取れちゃった取れちゃった、それが両肩に、はい、あるので、うん、はい、取れました、うんうんうん、で、あとは、はい、前腕の横に、前腕、その青い、うん、この横っちょです、あ、これですか、はい、これもそのパーツも取れます、ね、そのまま、っすぐ、はい、あ、取れました、で、逆側の白いやつも、はい、これもですか、はい、わ、シール、シール貼ってる？はい、緑です。本当や。綺麗。よいしょ。これですか？そうっす。はい。で、あとは太ももの横に。お、これですか？それです。お、取っちゃいます。お、取れました。おー、なんかめっちゃ取れますね、やっぱり。で、逆側も同じように。はい、よいしょ。お、取れました。おはい、あとは、後ろの腰のとこに青いパーツが、うん、これですか、はい、あ、お、
ですこれですね。それです、そうです、はい、そうです。これも取っちゃいます。これをまっすぐ、はい、はい、取れました。であとは、バックパックの下側に羽みたいなのがついてるんですけど、白とグレーのこのパーツですね。これです、はい、これですか。それが下に抜けるので。お、抜けるんですか。はい、お、めっちゃ抜けた。逆側もはい、同じように。お、はい、おー抜きました。はい、でそれで抜いたパーツとかを先ほどの中継のやつに合体させると。じゃあ実際にやってみます。はい、はい、じゃあまず、うんうん、これに、うん、こうかな。はい、こっちで、はい、逆もふいはまりました。お、そしてこれさっきどこについてたやつ。腕についてたパーツ。あ、ちか、うん、腕についてたのをつけて、こっちですね。はい、さっき抜いた羽から抜いたやつをこの青いパーツに。はい、カチッカチッカチッ。 おそしたらこれをはい、こうして。で、なんかアニメ通りのこの自分の機体から離れてシールドができるっていう、めっちゃすごいですね。そうですね、結構ここはこだわって作ったところなので、うん、どのくらいかかりました？これは 3,4 ヶ月ぐらい。はい、じゃあ最後のワンパーツつけてきます。お、入りました。できた。結構大きいですよね。ちょっと比べてみよう。え、おお、あ、すごい、半分もう体覚えますね、うんうんうん、すごい、なんか小顔に見えますね中のこの分離してこのモビルスーツに合体したり、あとはシールドになって、まあ、こう一つの大きいシールドになったりみたいなのが劇中でも描かれるので、うん、まあ、そういうのを再現できるような形にはなってますね。いろいろできるのがいいですね。そうですね、いろいろ楽しめると思うので、はい、で、あとは、もう一つギミックで言うと、うん、ライフルがついてるんですけど、はい、このライフルがちょっと展開状態みたいなのが、これが今小さい状態のライフルなんですけど、うんうんうん、これがちょっと差し替え式になるんですが、差し替え式、パーツをこう差し替えることで、はい、今これが短かったんですけど、うんうん、これが伸びる状態に、え、こうやって、あら、ね、差し替え可能なんですね、はい、で、このパーツが、はい、うん、ここがここにこうやってついて、はい、銃がこうやって伸びるような、威力上がりましたね。で、このエアリアルがこうやってこうやって持たせる、あ、こうですか、はい、ができるっていう、あー、すごい、最強のライフル、うん、バッコーン落としてみます。あ、お願いします。落とせると、あ、めっちゃ強そうやわ。もうなんかこのライフルあれば何でも倒せますね、うん、こういう風に持たせることができます。あー、すごい、あ、ちゃんとここでも支えてるんですか。そうなんです、立つこともしっかり。で、さらにあのパッケージの状態を見ていただくと分かるんですけど、うん、このさっきのガンビットがこのライフルに合体するギミックがありまして、これが実は、はい、あら、また分離するんですか。これが分離して、なんか全部に再利用できるってめっちゃいいなこれあれですよね、でも3ミリジョイントじゃないじゃないですか。はい、でできるんですね。あ、そうですね、一応その3ミリにできそうなとこは3ミリジョイントにしてるんですけど、うん、あのそれ以外のところはなるべく共通化をすることで、うまくそう、なんか見えるようにというか、そういうような仕掛けをしているというか。重そう。こうこうして、
して。確かに。ね、ずっしりしてる。でも自分の機体のパーツについてたものが空に武器になるってすごいですよね。かっこいいよね。かっこいいし、多分スマートに変身するじゃないですか、うん。それがめちゃめちゃアニメではいいなって思いました。ファーってね。あ、すごい。どんどん大きくなってて。こんな感じで。わお。わお。おお。旧ギミックが一番の目玉かなと思ってます。はい。めちゃめちゃポイント高すぎます。はい。主人公機なんで。いろいろ盛りだくさん。やばいですね。はい、やばいです。リブラ。はい。私思ったんですけど、はい、このやっぱ主人公機じゃないですか。主人公機やからこそのこだわりがめっちゃ詰まってるなって思って。そうですね。はい。でもこの可動域も全部の機体動くんですけど、うん、なんかやっぱ動くし、私なんか個人的にこのサイドスカートがちっちゃいのが結構好き、はい、まあ、あとやっぱ色がめっちゃ綺麗、うん、好き、うん、ゆうちゃんは、私はやっぱり11機のビットステープに分離するのが一番やっぱり好きで、なんか防御機能のシールドだけじゃなくて、うん、なんと攻撃できるライフルにもなっちゃうところが、うん、やっぱり主人公機ならでの何でも小屋感があってすごいなって思いました。そうですね、そういうギミックもしっかり盛り込んでますので、うんうんうん、ぜひ劇中に合わせていろいろ再現してもらえたら嬉しいなと思います。はい、はい、ということで皆さんぜひこのエアリアル回収型組み立ててください。はい、お願いします。ということで今回の世界最速開封&開発担当レビューはここまでとなります。はい、この動画がいいと思った方はグッドボタンと私たちとリンクした証チャンネル登録をカチッとお願いします。お願いします。次回もまた見てくださいね。はい、それではバイバーイ。